皆さんこんにちは、ドクターストレンジキネマラブ第11回になりました。はい、はい、作曲家の片山です。つゆきです。はい、今回もよろしくお願いします。お願いします。そして今日、11回の映画が、はい、はい、合ってますね。合ってます。 PMC ザ・バンカーということで、ヤンバンカーですね、はい、すごいです、この映画も。何て言って大丈夫大丈夫大丈夫。ストーリーをちょっと軽くな説明させていただきます。はい、そうですね、お願いします、はい。韓国の、特殊部隊の元兵士で、今は民間軍事会社、これを PMC というんですけれども、うん、そうですね、プライベートミリタリーカンパニー、カンパニーですね、ロリアルです、はい、で、その傭兵として作戦成功率 100% を誇る隊長 A ハブが、依頼主である CIA の、密かな策略にはまり、仲間の裏切りだったりとか、うん、まあ、国家の政治的な駆け引きによって孤立します、うんうん。そしてこの、まあ、PLC のバンカー内で絶体絶命の境地に陥るんですけれども、うん、そのから実は 国と国間の、はい、政治の話にちょっとつながっていくという、うん、そしてこの裏にこうやってるんですけど、その極秘ミッションはたった10分で終わるはずだという、はい、もう奥さんが妊娠しててね、あ、主人公子供が、はい、生まれる生まれないか電話でなんかそんな話してるところがあって、もう俺は早く帰りたいんだ、お前ら頼むぞみたいなね、結構舐めてるんですよ、主人公で、その、何やろ、北朝鮮のトップがなんかおるやんみたいな展開なんですよ、うん、来る予定じゃないところに来てて、はい、これってしかも賞金めちゃめちゃすごいって思うんですよね、うん、そのそうそう、トップ顔を見るやいないよね、トップいくらもらえるのかってカードがあるんですよね、そう、なんかトランプみたいなのに500万ドルみたいな感じでやって、うん、で、その CIA のね、あのマックっていうその女性なんですけれども、うん、え、ちょっと待って、聞いてない、そうなの、来るなんてみたいな、だからどこもみんなが電話やわなって、うん、まあ、 予測してないとか、予測してない事態がちょっと起こるという、ただその作戦自体は、まあ、予定にはなかったけれども、うん、要は簡単な、もう生け捕りにすればいいだけっていう、うん、内容だったから、はい、最初のね、だから10分15分ぐらいですよね、うん、20分ぐらいか、まあ、うん、そのミッションね、成功はするんですけど、そこから実はっていう、ね、罠だったっていう展開になっていくんですけれども、僕すごくこのね、CIA が絡んだり、ロシアの KGB が絡む映画とか、うん、ね、さっき言ってましたけどね、大好きな、政治も好きですか、政治も大好きで、うん、この CIA が、うん、裏切るとか、はいはい、分かるやんって思いながら見てるんですけれども、うんうん、まあ、この国家国家の間の、うん、まあ、人と人との信頼関係とか、うん、裏切りを見るのがすごい好きで、うん、人間は脆いなって思いながら見るのが好きなんですけれども、うんうん、この、まあ、人間が脆いなっていうところを、このね、主人公のエイハブが途中でちょっと部屋からも出られない状況になるんですよ、うん、一室から。で、そこからモニターを通して、要は自分隊長の指令をずっとこう、うん、自分らの部下の4年に投げるんですけれども、はい、自分はもう本当に何もできない状態で、こう部下にもう命がけで、もう部下はもうその罠にはまって、いろんな軍隊が来ている中をこう銃撃戦を繰り広げていくっていう感じなんですけれども、これが結構ね、銃撃戦も迫力ある、迫力しかなかったっ、これはもう映画館で見ない、そうですね、やっぱり大音量で見てやなと思って、これでも どうです、うん、僕 ね、もっと主人公がドンパチある、うん、いわゆる僕コマンド系かな、あのエクスペンダブルス、ね、そう、そっちかなって思って、だって、うん、俺が絶対守るって書いてるんですよ、ハジョンか、ね、がもうハージョン、ね、違う、ハージョンじゃない、イービョンって言われるんですよ、おっさんでしょ、おっさんでしょ、でもディズニーランドって一緒ですもんね、ペイ40万、そうそう、ペイ40チェヨン自由とか言わない、あ、そうね、チェジュチェジュ言えた言えた、チャンドンゴ、チャンドンゴ、チャンドンゴ、了解、それはいいんです、リハーサル通りだ今のびっくりした、すごいね、まあそれはいいですね、はい、いいとして、はい、うん、どこなんですよ、そうだからどうでしたみたいな、今どうでしたみたいな、そう、でこれ本当リアルじゃないですか、はい、このミッションがなぜ生まれたかっていう、その政治的なものが何かこう、うん、選挙が、ね、選挙絡みなんですね、そう、大統領選で再選するために北朝鮮
の比較、ね、化するっていう、それの何かこう確約みたいなのをアメリカが進めたっていう事実が欲しいんですね。そしたら、うん、その大統領選が当選する。そうそうそう。でそれを CIA が受け持って、でその軍事、会社、まあ、PMC ところの、その北朝鮮の最高幹部を言ったら亡命させるみたいなことで、それでみんなアメリカ国民はやったねってなるっていうシナリオなんですよね。そう、 USA で終わる予定のミッションなんですけど、でそれは実際にね、トランプさんと北朝鮮側で会ってるニュースがあったじゃないですか。あそこら辺ね、あの辺りもあるからすごいリアルなんですよ、ね、これ僕だから最初ね、うん、韓国映画って聞いてたから、うん、はい、まあ、めっちゃ韓国なのかなって思ってた、うん、もうハリウッド映画ですよこれ。そうね、だから本当にさっき言ったようにアクションすごいし、なんかいろんな兵器もね、こまごましたやつが、マクロコロスケみたいなカメラの壁走ってたでしょ。そうだ、あれが欲しいな、すごい兵器がね、マクロコロスケさんね、曲がり角とかほら見えないでしょ。要はラジコン型そうそうカメラ、マクロコロスケ出してきて、角のとが見えるところでカメラ、そうそう、カメラで敵がいるって分かる。そうそう、ね、移動式カメラを使って、うん、こうずっと指令を出してね。でしかも、はい、このね、何が一番重要かっていうと、うん、このミッションの何が一番大変だったかっていうと、その生け捕りにするってことは、うん、死んだらダメなんですよ、その最高司令官、北朝鮮。そうなんですよ、これね、これがね、肝なんです。これがね、面倒くさいっていうかね、めっちゃ面倒くさいんですよ。これをキングって言われてるんですけど、最高司令官、うん、キングをもし死んだら、うん、爆撃されると言われるんですよ、この自分が今いるところ。あ、そうだから、これがこのタイトルにもあるザ・バンカーっていうのは、朝鮮半島のその南北のちょうど国境っていうか、うんうん、ね、軍事境界線のにある地下壕みたいな。そうそう、そこをもう爆撃されるっていう、そうそうそう、だからずっとなんか心電図測れるやつがついてて、うん、そのキングには、はい、でこうだんだん低下していくし、輸血もしなあかん、しかも心臓病も抱えてるみたいな、もうこんなやつ見せてたらいいのにっていうのができない状況になるっていう、ほっとけないよね、ほっとけない、死んじゃったら自分も死ぬ、自分も死ぬ、仲間も死ぬっていう、ね、そうそうそう、で主人公エアハブには家族がいるっていう、うん、生まれてくる赤ちゃんも出るっていうのがあって、絶対に生きて帰らなきゃいけない。そして、うん、これちょっとここには載ってないんですけれども、うん、このパラサイト、今話題になってるんですけど、ね、あ、そうですね、パラサイトの裕福な家庭のお父さん役で出てた、うん、イーソンギュンさんが、うん、超重要なキャラクターなんですよ。そうですね、これがお医者さんの助手的なことで、ね、そうですね、いわゆる北朝鮮側のキングについてるお医者さん役なんですけど、このイソンギュンが出てきたことによって、うん、要はテーマを持たせてくれるんですよね、この映画に、うん、で主人公が変わるきっかけというか、多分心の中でずっといいやつなんですけれども、うん、主人公は、うん、その引っかかりとかを全部取っ払う、こう、まあ、ストーリーの味を出してくるのがこのイソンギュンの役で、うん、もうこの主人公が最後のこの僕もほんまに度肝を抜かされた、うん、ラスト10分、はい、これそう、ね、どうやってんやろっていう撮影がね、確かにあれどうすっけ、ゼログラビティやって思いながら、ね、あそこだけもなんか週刊少年ジャンプ、うん、激アツあそこラスト10分、まあ、そうそう、だって、はい、あんだけ動けなかった部屋の中の話から、うん、はいはいはい、誰が最後を想像できるか、そうですね、ちょっと七国の裏窓みたいなね、もう行きます、もういい、そうです以上です、いやでも言いたかったやろなって感じが、うん、そう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 、はい、まあ、はい、あとはもうこの何ですかね、うん、止めた止めた、ねえ、主人公、まあ、うん、韓国のね、人で、まあ、ハジョンが言ってるんですけど、言えたよ、今普通に言えるんですよ、言えるんですって、別にさっきまでハジョンが怒られるわでもこの人、でもほら、ナーホン人で、ナーホン人、ナーホン人、ナーホン人、監督の、チェイサーとか名作があるじゃないですか、悲しき獣、そこら辺はすごい有名、ね、それに
の主演ですもんね、出ていらっしゃる。あのいい演技をされる、はい、そしてまあちょっと大鶴ギター入ってますけどね大鶴ギター入ってませんか。そんなことないか、僕だけさっくりさっくりマジですか、はい、まあいいんですけど僕初めて同意できなかったそうさっくりさんこともありますか、ね、思わないの、うん、まあいいやそれまああの、まあ、タイトルの名前が A ハブって言うんですけど、はい、あそう、それ言ってあげて。そうこのね、A ハブって、まあ、韓国の人の名前で A ハブなかなか聞かない感じなんですけれども、ね、まあ、僕これパッと聞いた時に思ったのが、うんうん、ありがとうございますあのパッと聞いた時に思ったのが、あの名作、まあ、小説でもあるんですけど、はい、白毛、あのメルビルの、はい、白にクジラって、オービーティックね。そうです、オービーティック。それの船長の、主人公の船長の名前が、うん、あのエイハブっていう船長の名前で、はい、そこから取ってんやろうなっていう描写がいっぱいあるんです。うん、まあ、体のね、一部が、ああそう、主人公はちょっと足が悪いとかいうのがもうそのままで、エイハブ、ね、船長自体が足ないんですね。うん、だからそういうなんか、そこから多分取ってんやろうなって、はい、まあ、実際最初にもエイハブ、その本名かみたいな感じで、うん、いや、彼のニックネームよみたいな感じで、うん、オープニング始まっていくんです。まあ、なんかね、そこの白毛、これだから白毛なんですよね。ですね、うん、船長ですね。船長で、うん、ずっと舵を取るんですよ。エイハブ船長です。エイハブ船長、はい、だから自分の中の白毛なんですよ、うん、多分戦ってるのは最終的に、うん、だからあのどうやって自分の中の白毛を倒すかっていう、うん、はい、この下りがようできてるんですね。そうですね、そこはだから本当にあの同じような意見だったから嬉しいなと思って。あった今日はなんか塩らしくないですか。塩らしくないよ。なんかこんな感じで塩らしくない。ありがとうございますよ。はい。まあ、これも、窓町映画館さんで、4月4日土曜日から、10日はまず1週間ですね。うん、20時10分からと、はい、4月11日から17日、次の1週間は朝10時。えらい楽さ。2週間よ。朝からこれ見たら結構、栄養過多になる。栄養過多。カロリーオーバーになるぐらいの。ちょっとちゃんと朝ごはん食べてね。もうでもほんまこの映画3キロか5キロぐらい落ちるんちゃうってぐらいあのドキドキしてる。確かにね。展開がね、本当に。展開がすごいから。ほんまに。あの最後僕家でリビングをこれ見てたの。うんうんうん、あの汗かいてたから。すごすぎて最後。うん、すごかったの。めちゃめちゃ面白かった。見るんでしたら必ず。映画館、元町映画館、元町映画館絶対見てください。絶対見てください、はい、そしてこのハリウッド映画の、はい、もう負けない韓国映画、うん、これはマジですごい。そうね、絶対見た方がいい。いや、もうこの監督さんはやっぱりなんかすごくあのあれじゃないですか、こ凝ってるんじゃないですか、そういうとこ。まあ凝ってますね。あんまり作品撮ってないですもんね、言っても。確かにもう2作目ですね。2作目ですね、これ多分。だからすごくこれは良かった。なんで息入ってると思うんですね。見ましょう、映画館。見ましょう。これは本当に映画館に見ましょう。見てください。本当おすすめしますので。はい。はい、ちょうど何個か。時間通り。時間通りに終わりますよ。すごい。お、すごいですよ。腕上げてきてる。工作だ。工作だ。工作だ。理想工作だ。臨機応変に対応した。時間は延長した。はい。ということで。はい。というわけで。一緒買いますので、はい、ぜひ PMC ザ・バンカー、ザ・バンカーください。はい、ください。はい、ということで、はい、じゃあ次の、ドクター・スルジキネマログでまたお会いしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。